コちゃんは大学生、マコちゃんはフリーター。この授業はテストとレポート70点、出欠30点で成績つけます。なお出席が6割ない学生はテスト受けられないからな。集団計算おいさ、人二人やはここの塔となりけりよ。隊長報告します、この授業はあと6回まで休むことが可能で。よっしゃ、6回。最初の授業からこんな感じの大学生チコちゃん。そこうるさい。駅から徒歩3分、昼間でも少し薄暗い路地裏にその雑居ビルはある。ちょっと怪しいドアを開け、あからさまに怪しい階段を上ると、いらっしゃいませ。色白美人で、あー適当に座ってください。はい、これメニュー、決まったら大声で。ものすごく適当な店員と、あ、お客さんですか、いらっしゃいませ。ものすごく恥ずかしがり屋な店長がお出迎え。店長、いつになったら素顔で接客できるんですか。素顔なんて恥ずかしにしちゃう。つうかそのクマ何、え、かわいいでしょ。黙れよおっさん。だいたいこんな感じのフリーター、まこちゃん。もしもし、斉藤今日いつうち来るの。今日バイトフルになりそうだから行かないわ、店長がトラブってて。そっか、じゃあ私今日何して過ごそう。ほんと、大学生は気楽でいいわね。まあね、1、2年のうちに真面目に通って単位取っとけば、3、4年はほとんど通わなくていいしね。まあ、中には1、2年真面目に通わず、ある日突然落とした単位の重さに気づいてどうしよう、卒業できるかなってなる人もいるけどね。大学行けよ。自由に責任ってつきものなんですね。なんだかんだで大学も面倒そうね。やっぱ私は行かなくて正解、向いてない。レストランなのに客が寄りつきづらい怪しい店内、今にも抜け落ちそうな床、いつ落ちてきても不思議じゃない天井だけど、きっちりいただくまかないと給料、こういう店こそフリーターの聖地。あー楽。あの斉藤さん、聞こえてる。何か問題でも。おまけに通勤はチャリで3分。あー大学来ちゃった。イケメンいない、帰りたい。あ、ね、チコリーヌ、シオタン、大学来たのかい、珍しいじゃん。うわーい、会いたかった。うー、嘘つけ。ほんと久しぶりだね。同人誌進んでる。うん、ガンガン書いてるよ。シオタンは最近どう。うん、相変わらず彼氏と一緒にいる。リア充オッツ。彼氏ネトゲ中毒だから、デートの待ち合わせは基本サバ上で、会話はチャット、年に2回の外デート以外はゴロゴロしているのだけど。これでリア充。うーん、残念だリア充。年に2回の外デートはもちろんコミケ。ふと思ったんだけどさ、うん、俺この街好きだな。確かに都心に近い割に落ち着きがあっていいよね。ただ一つだけ気になるところあるんだよな。え、商店街の路地裏にある怪しい店なんだけど、あれは絶対危険な店だぜ。俺あの店に人が入ってくとこ見たことないんだけど、一体どんなやつなんだろうな。どうしよう、絶対まこちゃんの働いている店だ。地元の人も存在は知っている。北極圏ゲームといえば、私の友達もゲーム好きで、まあスーファニで泊まってるんだけど。それ斉藤さん。そう、あ、この本知り合いが面白いって。それって斉藤さん。そう、俺近所の人に似てる。それって斉藤さんでしょ。なんでわかるの、塩田ウェスパー。チコリーヌの会話に出てくる友達、知り合い、近所の人は基本斉藤さんしかいないのだよ。え、ほぼ毎日一緒にいた結果、きっとこれからも一緒。